こんにちは、ヒロトリーフチャンネルです。今日はですね、こちらのモリズルガンの植え替えを行っていきたいと思います。僕の家から持ってきたやつなんですけども、しばらくですね、植え替えをしていないというのと、外にこう置きっぱなししていたためにですね、こう穴の開いてない感じなので、根腐れを起こしてしまっているんですね。なので、ちょっとこのまま水が溜まりすぎていく、ちゃんと抜いてあげればいいんですけども、かなりこうダメージが出ちゃうので、一回土に植え替えをして、再生させていこうかなと思いますので、ちょっとその方法ですね。で、こう植え替えといってもですね、こう根が腐っているので、それでこう倒してやると、割と簡単に抜けちゃうんですけども、よいしょ。こういう感じの塊で、本当はもうすごくしっかり張ってたんですが、だいぶ根腐れをしてしまったので、よいしょ、ちょっと健康なところだけ外してですね。で、折り鶴なんてかなりこう根が太くて張りやすいっちゃ張りやすいんで、こう根腐れした場合でもですね、傷んだとこ取ってあげて、よいしょ。で、簡単にというか植え替えをしてしっかりと日に当ててあげれば結構復活はすると思いますので、よいしょ。だいぶダメージが出ちゃってますけど、折りつるランというとですね、ランナーをこう出してですね、つるのように垂れ下がってくる、折りつるのように垂れ下がってくるので、そのまま折りつるランって言われてるんですけども、全然ランの仲間ではないので、ただこういろんな品種が、風の入り方いろいろありますので、すごい頑丈な植物として管理をしやすいので、こう根腐れしてもすぐ枯れないっていうのも、強さの秘訣、強いところで人気があるのかなというところもありますね。普通に土を入れてですね、これを植えていくわけですが、で、こう周りに土を出していきます。これを回復させる一番のコツは、日照と水はけに気をつけてあげるっていうところですかね。やっぱり暗いところですとなかなか、頑丈なんで死にはしないとは思うんですけども、どうしても弱っていってしまうので、これもこう根腐れするまでに5年ぐらいの歳月がありましたから、さすがにちょっと植え替えしなきゃまずいかなと思いまして、ちょっとせっかくの機会なのでご紹介をさせていただいているわけですが、僕もいろいろこうやってご説明をしている割には、意外とこう植物に関して普通に枯らしてしまうこともありますので、こう植え替えしていきます。であとはですね、こう土を入れたら必ずこうつついて土を安定させてあげるっていうのは大事ですね。根腐れしても本当にてっぺんから枯れてきちゃってるとなかなか難しいんですが、再生はですね、早く気づけば気づくほど根腐れをしてたとしても再生させることができますので、根腐れさせないっていう意味でも、よく見てあげるっていうのはすごい必要な意味なのかなと思います。毎日とは言わないですけども、たまに1週間に1度とか月に1度でもいいので様子を見てあげると、完全に枯れるまで何かしらのサインを出してますので、その植物を出してサインに気づいてあげるといいんじゃないかなと思います。ある程度安定してくるともう終了ですね。そんなに難しい作業ではないので、本当に毎年とは言いませんから、3年、2年か3年に一度は必ず植え替えをしてあげると、長く楽しむことができるんじゃないかなと思います。あとこれで上から水をかけて完成ですね。多分これ今6月にこれを撮影しているんですが、多分9月、10月にはかなり元気になった株でお見せできるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。